ありがとうございます。こんです。それでは今回なんですけども、三井住友カードのタッチ決済7%還元のやり方を教えます。ということで今回は三井住友カードですね。この動画ではその三井住友カードの特典の一つである対象店舗でスマホのタッチ決済をすると7%還元についてお伝えします。ここ最近三井住友カード発行したけど、いまいち決済方法がわからないですとか、いつポイントが還元されるかなど基本的な情報を含めてお伝えします。これを見れば7%還元を上手に受け取る ことができますのでぜひ最後までご覧くださいそれを 行ってみま、しょうまあ今ですね、こちらの三井住友カードナンバーレスとかゴールドナンバーレスのカード持ってる方結構いらっしゃるのかなと思います。で、これらのカードの基本情報についてはこちらの過去動画で紹介をしてますので気になる方は概要欄リンクをタップしてまずはこれらの情報から確認をしてください。で、今回はこれらのカードの一つの特典でもある対象店舗で決済をすると V ポイントが最大7%還元されますよというめちゃくちゃお得な特典があります。で、まずこの対象店舗で最大7%還元の 気になる対象店舗なんですけども一覧でざっくりと出していくとこんな感じですね例えばコンビニだとセブンイレブンとかミニストップとかローソンファストフードだとマクドナルドとかモスバーガーあとはサイゼリアとかガストとかありまして他にも今出てるようなココスとかハマ寿司スキヤとかカッパ寿司こういったところが対象で他にもねざっくりとこういったお店も対象となりますなのでまあローソンだとローソンストア100とかローソン 3F とかナチュラルローソンとかそういったところも対象なんでこういったところでスマートフォンのタッチ決済をする と7%還元がされます次に最大7%還元される対象カードなんですけども先ほど紹介したような三井住友カードナンバーレスとかゴールドナンバーレス以外にもざっくりとこのようなカードも対象となりますまあここ最近話題のねオリーブのフリキシュルペイとかフリキシュルペイのゴールドあとはプラチナプリファードまあこういったカードも対象ですし通常のプラチナプリファードもそうですしあとは先ほど紹介したようなゴールドナンバーレスのビザマスターカードとか通常のビザマスターカードの ナンバーレスこういったものも対象となります。今回の本題はここからなんですけども、最大の7%還元を受けるためには、どういったアクションを起こせば受けることができるのかっていうのがですね、今回の本題になってくるんですけども、まずは知ってほしいのがこの情報なんですが、まあ、例えば三井住友カードナンバーレスとかゴールドナンバーレスの基本還元率が0.5%還元あるんですけども、そこからスマートフォンのタッチ決済、Apple Pay とか Google Pay でタッチ決済をすると、プラス6.5%還元されて、 これで7%還元。で、カード現物をタッチした場合は0.5%プラス4.5%で、これで5%還元。で、カードの差し込みとか時期取引、そして ID 決済をした場合は、残念ながらプラスアルファのポイント還元がないので、0.5%還元しかポイント還元されません。で、補足として、スマートフォン以外にも Apple Watch でも支払いも対象となります。あとは、Google Pay を使う場合については、MasterCard ーーのタッチ決済。これについては利用はできません。ちなみに、Visa と MasterCard2 ーーつのブランドの所持も可能となります。 で、この ID 決済については、Apple Pay、Google Pay での ID 以外にも、お財布携帯の ID とか、カード現物で ID を決済をしても残念ながら、こういったポイントアップの特典がないので、基本還元率の0.5%しか還元がされません。で、もう少し噛み砕きながら、ちょっと見てほしいんですけども、例えばということで、対象店舗のセブンイレブンで1000円分お買い物した場合なんですが、先ほどのちょっとこういったところですね、数字を当てはめていきたいと思うんですけども、まず ID で決済した場合については、通常の0.5%しか還元されませんので、 1000円分お買い物しても5ポイントしか還元されません。次に、カードを差し込んだりとか時期取引で決済した場合についても、残念ながら通常ポイントのみとなるので、1000円分決済しても5ポイントしか還元されません。次に、カード現物をカードリーダーにタッチして決済した場合については、通常の0.5%プラスで、先ほど紹介したこの部分のプラス4.5%が上乗せされるんで、これで実質5%還元となりまして、1000円分決済した場合、50ポイントが還元されます。そして、スマートフォン、アプリ、 Apple Pay とか Google Pay でリーダーにタッチしたら通常の0.5%プラス6.5%先ほど紹介したここの部分がポイントアップとしてされるのでご覧のように1000円分お買い物しても70ポイントが貯まるということで決済の仕方によってこんな風にもうポイントが還元される分が全然違うので今日はこの動画で実際の決済方法とかやり方を絶対にマスターしてほしいんですよやり方については後ほど実践を交えながらお伝えをしますで次にですね今お伝えしたこのポイントが加算される タイミングなんですけどもこれ結構ですねカードを作った時とかに見落としがちで決済してもポイントが還元されませんということのコメントをちょくちょくいただくことがありますで先にお伝えすると通常ポイントの先ほどのような0.5%と上乗せされる6.5%とか4.5%の分については別々でポイントが付与されますあちなみに三井住友カードのプラチナプリファードとかオリーブフレキシブルペイについては1%還元されるんでここに1%という風に加えておりますまず通常ポイントなんです ですけども、毎月の支払いが10日の場合についてはお支払い月の前月の25日頃にこの0.5%分が還元されますで次に毎月の支払いが26日の場合僕はこっちの方なんですけどもお支払い月の当月の10日頃に0.5%分が付与されるということですねなのでまず通常ポイントでも毎月の支払う日によって付与されるタイミングが違うのでまずここの時点でも押さえておいてください次に上乗せされる加算ポイントにつきましてはカードご利用代金ご請求月の 原則2ヶ月以内にに付与という風ルルールが決ままっておりますちょっとふわっとしてる部分ではあるんですけども、もうこの時点で通常ポイントと加算ポイントの付与される日程がもう違うことがわかるかと思います。なので、例えばなんですけども、これ僕のここ最近のね、付与されたポイントなんですが、まあ、オリーブのフリキシルペのゴールド僕使ってるんですけども、プラス136ポイントというのが10月25日に付与がされて、10月28日に442ポイント、まあ、こんな風にコンビニ飲食店スマートフォンのタッチ6.5%ということで上乗せ分が入って 入ってるということでございますなので先ほども申し上げたように通常ポイントと加算ポイント上乗せされるポイントについてはそれぞれ別々に付与がされるということですんでここ最近ちょっとカードを使い始めてあれそういえばまだポイント入ってないなとか上乗せ分の4.5%とか6.5%分入ってないじゃんという風に思ってる方はですねまずここでしっかりと覚えておいてくださいではお待たせしましたここからちょっと実践編なんですけども実際にどのように決済すれば7%の恩恵を受けることができるのかということなんですけども もうね、最初はこんがらがるかもしれないんですが、このやり方さえマスターすれば、いつでも7%還元を受けることができるので、ぜひ覚えてってください。そしておさらいですけども、今回最大7%還元される対象店舗はざっくりとこんな感じとなっておりまして、これ公式ページにも記載があるんですが、お店によってですね、一部対象外の店舗とかもあったりするんで、まあ、ここは事前に公式ページなどをチェックしておいてください。ではまず一つ目のお店がこちら、ファミリーレストなどをガストで決済する場合、三井住友カードナンバーレスを使って決済する 場合なんですがそれがこちらのレジなんですけどもまあ、ここ最近ですねガストにはこういったセルフレジみたいなのが導入されておりましてまずセルフレジでのやり方なんですけどもここの会計始めるをタッチしてそして伝票を読み込んだらお支払い方法を選択してくださいというのが出てくるのでここで選択するのはここのクレジットカードっていうのを選択してくださいこれを選択したら支払い方法を選択してくださいでここでクレジットカードでゃなくてここに NFC 決済タッチ決済というのがあるのでここをタッチ しますそうするとカードをどうぞっていう風に画面が切り替わりますんでこの時点でスマートフォンのこの状態の画面これは iPhone の画面なんですけども Android の Google Pay を使ってる方もウォレットの画面でこういった同じような画面を出せるかと思いますのでこのように画面を出してくださいそうすることで今回の7%還元の恩恵を受けることができますなのでガストで1000円分決済したら70ポイント貯まるということですねでここも気をつけてほしいんですけども ID で支払う場合なんですがその時は選択する画面でこの 電子マネーその他の中にまあ ID が入っているのでこれをタッチしてまあ決済する場合については普通にスマートフォンを同じような画面でかざしすれば普通に先ほどと同じようにスマートフォンをかざして決済ができるわけなんですけども先ほど事前に説明したように還元率は残念ながら0.5%しかポイント還元されないんですよねなので1円分決済しても5ポイントしか貯まりませんなのでもうこの時点で間違えてる方は次からですね決済するときは気をつけてくださいで次にクレジットの差し込んだりとか時期取引 をする場合、まあ、こういった感じに左のところから差し込むことができるわけなんですけどもそういった場合でも還元率は変わりましてなんと0.5%還元ですこれも先ほど解説したようにここの表の中のこの部分になりますね ID だとこっちなんですけどもカードの差し込み直取引はここに該当することになりますのでカードを差し込んで決済しても0.5%しかポイント還元がされませんで、次にですねクレジットカードのカードをタッチする場合スマートフォンではなくてカード単体をここのリーダーにかざし決済をする場合につい は5%ポインントト還元がされますなのでスマートフォンにそういえば取り込むこととを忘れたなとかカード現物は持ってるそういった場合は、こういった方法で使ってもいいかなと思います。もう、スマートフォンにカードを取り込んでる方は、先ほどお伝えしたやり方でいいんですけども、そうじゃない方は、カード単体をかざせば5、5%ポイント還元されて、1000円分決済したら、50ポイント、V ポイント貯まりますんで、まあ、この時は臨機応変に対応していただければと思います。で、これはセルフレッジでの場合についてお伝えしたわけなんですけども、例えば友人 友人レジの場合、どういった風に決済するかというと、まず店員さんに一言お伝えするのは、まあ、お会計いくらいくらになりますって言われた後に、クレジットでお願いしますという風にお伝えしてください。ちょっとカードリーダーの写真を撮ってなかったので、先ほどのセルフレジの場合を例えるんですけども、友人レジの場合でクレジットでお願いしますという風に伝えたら、同じようにスマートフォンのこの画面をかざして決済すると、しっかりと7%ポイント還元がされます。でここで一つね、疑問が出てくると思うんですよ。先ほどから、このカードをかざして、 ID とかクレジットっってていう風に言ってるけどえ、これって ID だけしか決済されないんじゃないかっていう風に思う方中にはいらっしゃるかと思うんですが僕もそれを全く同じようなこと思ってたんですけども大丈夫です。まあ、これは iPhone の画面なんですがこの画面で ID でも決済できるしクレジットの決済も可能になってるんですよ。これちょっと不思議ですよね。なので初めて使う方は若干戸惑いがあるかもしれないんですけども、まあ、こういった今右上にアンテナみたいなマーク、Wi-Fi みたいなマークのこれリップルマークっていうんですけどもまあ、こういったものがついていれば、まあ、いわゆるビザのタッチ 決済みたいなことができるのでで、まあ、ね試していいただければと思いますでは、次のパターン紹介したいと思うんですが、ドトール公費で決済する場合ですね。それがこちらのカードリーダーとなっておりまして、まず、まず ID でお願いしますという風にお伝えした場合、先ほどみたいなスマートフォンをかざして、担ントンという風に決済音が鳴ると思うんですが、その時の還元率は先ほども紹介したように0.5%しかポイント還元がされません。なので、1000円分決済しても5ポイントしか還元されません。で、次に、クレジットでお願いしますという風にお伝えして、カードを 差し込んで決済した場合もう分かりますね0.5%しかポイント還元がされません次にクリストでお願いしますという風に伝えてカード単体をかざした場合還元率は5%還元1000円分決済したら50ポイント還元されますそして最大の7%還元を受けるためにはこちらスマートフォンのクリストでお願いしますとかスマートフォンのタッチ決済でお願いしますっていう風に伝えてくださいこれですねちょっと端末の関係もあるかもしれないんですがクリストでお願いしますという風に伝えるとちょっとうまくいかないということもありますので、まあ、スマート スマートフォンのクリストルお願いしますすととかスマートフォンのタッチ決済でお願いいしますという風に伝えてあ、とはこの画面をかざせば7%ポイント還元がされます、まあ、スマートフォンのビザのタッチ決済と言ってもいいかもしれないですね。これはドトールコーヒーだとこういったパターンが多いかなと思います。続きましてこちらのパターン、マクドナルドで決済する場合、大好きな方多いですよね。マクドナルドのレジオはこんな感じとなっておりまして、こちらの決済の際も ID でお願いしますという風に伝えて、スマートフォンをかざした場合、ポイント還元は0.5%還元。次に、クレジットでお願いしますという風に伝えて、カードを差し込んだ ら0.5%還元そしてクレジットでお願いしますという風に伝えてカード単体をリーダーにかざす場合この場合は5%還元次にクレジットでお願いしますという風に伝えてスマートフォンをリーダーにかざすそうすることで7%ポイント還元がされます、まあ、この時点でイメージが湧いてくるかと思います次はちょっとコンビニにジャンルを変えましてローソンで決済する場合ですねローソンのリーダーはこんな感じとなっておりますお会計の際に ID でお願いしますという風に伝えてスマートフォンをかざすと0.5%還元クレジットでお願いしますという風に伝えて カードを差し込んでしまうと還元率は0.5%還元そしてクレジットでお願いしますというふうに伝えてカード単体をかざした場合の還元率は5%還元クレジットでお願いしますというふうに伝えてスマートフォンをリーダーにかざすことによって7%還元もうここまで来ると大丈夫ですねこれがローソンの場合そしてもう一つ最近ちょっとね追加されたミニストップで決済する場合リーダーがこちらでございますお会計時 ID でお願いしますというふうに伝えてスマートフォンをリーダーにかざすと0.5%還元次にクレジットでお願いしますというふうに伝えてカードを差し� 場場合合はは0.5% 5%還還元元しししててクレジットでお願いいますというにに伝えてカーーードをリーダーにかざした場合は5還元ここまで来ると大体わかりますね。クレジットでお願いしますというふうに伝えて、スマートフォンをリーダーにかざすそのすることで7%還元。されます最後に、コンビニのセブンイレブンで決済する場合なんですが、最近はこういった感じのね、選択するパターンが多くなってると思うんですけども、まず気をつけてほしいのは、お会計の際にその他を選択して、この一覧の中に、ID で決済したら先ほどもお伝えしたように0.5%還元なんですけど これよくコメントでいただくんですが、アップルペイのマークをタッチした場合、これはどうなるんですかっていう風になると思うんですが、これはですね、三井住友カードナンバーレスとかの場合は、ID 決済となります。他のカードによっては、例えば、クイックペイの機能を持っている、例えばセゾンカードでも、アップルペイをタッチして、かざしてもクイックペイの音が鳴ります。なので、アップルペイのマークをタッチして、リーダーにかざした場合は、しっかりと ID で決済がされるので、ポイント還元は0.5%還元。そして、高い還元率を狙う場合は、こちらのクレジットカードを選択して、 でリーダーにカード単体をかざした場合は5%還元スマートフォンをかざした場合は7%還元がされますもうここまで来ればもう見ていただいてる方多分全員がマスターしてると思いますこの時点ででここまでが実際の7%還元のやり方ではあるんですけどもせっかくなんでちょっとね補足というよりかはここはですね作ったばっかりの方でも落とし穴的なところとして覚えておいてほしいところでもあるんですがコンビニのファミリーマートで決済する場合なんですけども,もうここまでのやり方がわかれば7%還元簡単 簡単でしょ？っていう風に思うかもしれないんですけども、ファミリーマートでこのリーダーにスマートフォンをかざして決済しても7%還元されるでしょ？っていう風に思う方、初心者の方は絶対思うと思うんですよ。ですけども、ここの還元率は残念ながら0 5。.5% 還元になります。というのも、先ほど紹介した対象店舗一覧の中見ていただいたらわかるんですけども、よく探してみたらわかると思うんですが、もうファミリーマートがないんですよ。この三井住友カードナンバーレスのタッチ決済のサービスが始まった際、この時はファミリーマートがあったんです。 ですが気づけばですねもうファミリーマートがなくなっちゃってるんですよねなのでコンビニどこでもタッチ決済7%還元というわけではないのでもし利用する際はこういった対象店舗一覧も絶対 に押ささえてておいいくださいご覧のようにですね、支払い方法によって還元率が全然違うので、不慣れな方はですね、最初はちょっと戸惑うかもしれないんですけども、慣れれば、めちゃくちゃスマートにですね、かっこつけて決済することもできますんで、ぜひ今回のタイミングでね、覚えて書いていただければと思います。まあ、ここまでお伝えして、もしですね、ちょっと三井住友カード興味があるなとか、少し発行してみたいなというふうに思っている方いらっしゃれば、お得な作成方法というのが2パターンあるんですが、その1つ目は、ポイントサイトのハビタスを経由するということですね。まあ、ポイントサイトって めちゃくちゃいろんな種類があるんですけども僕自身はこのハピタスを一番使ってるということで紹介させていただければと思うんですがこのまずポイントサイトハピタスに登録してそこから三井住友カードって検索していただくと先ほど紹介した三井住友カードナンバーレスの情報が出てくるんですがこのカードを新規発行することで4500ハピタスポイントいわゆる4500円相当のハピタスポイントをゲットすることができますこちらは普通に現金にも交換することができますし他のポイントにも交換することが可能ですちなみにこのポイントについてはですねひみ この案件がなくっっててたたりりとととかそういい場合もああますすすののでで発行する際はは気をつけしねこのポイントを獲得するための獲得条件っていうのが、ちゃんと、このページの一覧の中に入っておりますので、隅々までチェックをして、そういったところを読んで問題なければ、このポイント貯めろをタップすると、ご覧のように三井住友カードの発行画面に切り替わりますんで、ここからぜひね、申し込んでいただければと思います。普通に公式ページから申し込むより、めちゃくちゃお得にですね、作成することができますので、ぜひ、 ハピタス経由をしててるっいいうののも一つの方法かなと思いますで、二つ目は、三井住友カードの紹介リンクっていうサービスがあるんですが、ちょっとポイントサイトとかめんどくさいなっていう方向けのやり方なんですけども、こちら三井住友カード紹介特典で友達家族で V ポイントがもらえるっていうキャンペーンが開催されております。先ほど紹介したのは三井住友カードプラチナプリファードとか、三井住友カードゴールド NL、三井住友カードゴールドナンバーレスとか、三井住友カードナンバーレス。例えば僕の招待リンクを使って、まあこれらのカードを作成した場合について、 見は紹介された方が受け取るポイントについては、プラチナプリファードだと1万ポイントゴールドナンバーレスは2000ポイント通常のナンバーレスは2000ポイントというポイントをゲットすることができます。大変おこがましいんですけども、僕の紹介リンクを使って登録された場合ですね。まあ、僕にもちょっとポイントが入ってしまうんで、僕の招待リンクを使いたくないという方はですね。ぜひご家族とかご友人からね。紹介してもらった方がいいと思うんですが、まあ、僕の紹介リンクで良ければ概要欄に貼っておきますんで、もう使っていただくとめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこのポイントが付与されるタイミングなんですけども紹介された。 が入会した月の翌月末までにですね双方に V ポイントが付与されるということですんでまあ、すぐに付与されるというわけではないのでここも気をつけてくださいという感じで2つのねお得な作成方法というのがありますのでどちらでも全然いいんですけども普通に公式ページから検索してね作成されるよりかは少しお得にね作成することもできますので参考にしていただければと思いますまそんなこんなで今回は三井住友カードタッチ決済7%還元のやり方について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたいやほんとねこれ慣れるまでね 最初戸惑うかもしれないんですけども、先ほども申し上げたように、慣れればめちゃくちゃスマートにね、かっこつけて済ました顔でね、決済することができますんで、まだね、知らない方からすると、隣の友達者から見られると、え、何その決済とか、結構びっくりされることもあるかなと思います。まあ、今はね、ほんとタッチ決済ってめちゃくちゃ普及してきてるとこではあるんですが、実際やってみるとね、結構スピードも速かったりするんで、さらにポイントの還元率も高いっていう、もういいことしかないんですよ、正直。なのでね、もうぜひ今日からね、このタイミングで、いつ住友カード持ってる方はですね、こういった風 7%還元をもうゴリゴリと獲得していただければと思いますまぜ、あ、ひですねこの動画を見て実際にやり方わかりましたとか ID 決済と間違えてましたとかまあ、そういった動画の感想とかあればですねコメント欄とか役に立ったという方はですねグッドボタンも押していただけると嬉しいですで動画内で紹介したポイントサイトのハピタスとか三井セミトモカードの招待リンクも概要欄にそれぞれ貼っておきますので詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました